ちょっとね、そう今日ねお洋服どうしようどうしようと思ってて、なんか昨日2着着たんだけど、まあ服はねめっちゃある今けど、そうどうしようどうしようって思って、そうね決まったけど、なんかもうね今日はね3着着ようかなって思う、もう一部ずつ変えようかなって、なんか服が着れてない服たくさんあって消費したい、なんかやっぱ握手会で着たら着たなって気持ちになるから、そうでもね東京の服がなくなっちゃうかなって思って、そうそしたら写真もたくさん撮れるしね、そうまあうん別にいっかって東京の服、ちょっと今クローゼット見てみていい？一応決めてるんだけど今日の服装は、ねさすがにさ4月さ半袖だったら寒いのかな、まだ4月半袖寒い？でも全然ある、1東京も寒いだから1、2、3あるっちゃあるけどね、ないことはないないのかな、私服はもう意外とない、春服って難しいんだよ、だから4月で半袖が通用するなら全然ある、着てない服、でもあれかな、あのなんかあれなんだ、季節感、だからそう前部変えようかな、変えないかなって、今日は暑い、今日はさ暑いかな、今日も暑い、今日は暑いっすね、前が真ん中で、今日は7分でおしゃべり始めていくよって、今日はどのくらい来るかな、やっぱねでも2部はみんなあれかなって、やっぱ早起きが大変そう、今日も暖かい、でも服あると思うんだけどね、ちょっと待って、え、マジで半袖でいいなら4月半袖でいっか、でもあ、これに着よう、1着、2着迷うね、3着4着5着あるけどね、服はだいぶ服はあります、だいぶ、あ、これも着よう、え、結構あるよ私服、大丈夫大丈夫、みんな心配しないで、なさそうだったら買いに行けばいいし、安いところで安いところで買いに行けばいいんだ、そう、あ
の東京は4月はだって私なんか結構ぶっ飛ぶ間が結構暇で、今日は247でなんかずっとね空いてるのから、東京はもうあれでいっか、東京は半袖で行こう。もうなんだけど、でもなかなか来てないからやっぱみんな忘れてるだろうって、オンラインだし来たのかと思ったけど、ね、4月も暑いんじゃないもん。4月13、14のさ、誰か気温調べてみて、今のところまだ出てないか。13、14だから、あ、しかも東京さ、私さあれじゃん、一部はさあれそうじゃん、制服だから4着で行って、オンラインは多分着替えないから、オンラインは着替えないからいいじゃん、行けるじゃん。寒さ戻ることないって、そうか、まだいける。昨日さ、昨日ね、あのさ、何、握手会終わった、握手会じゃない、おしゃべり会終わった後にさ、なんかコープに写真撮ってもらったの、これ撮ってくれみたいな。昨日盛れる場所を探すのが難しくて、どこが盛れるかなみたいな感じで、そう結構迷ってて、ココッペに私こういう感じで撮ってほしいんだよねみたいな、こういう感じで撮ってほしくてって言って、そう昨日遊び行ったの、ココッペと。そう遊ぶ前に一回私はこういう感じで撮ってほしいんだよみたいなのを、あのレクチャーするためにも、そうレクチャーするためにも、なんかこういう感じで撮ってみたいな言ってたの先に。なんかそれで私はこういう風に撮ってほしいみたいな。でその後桜祭り行ったの、青森公園の舞鶴か、舞鶴公園の桜祭り行って、でも桜全然咲いてなかったんだよね。でもね、めっちゃね、あの食べたので、あのめっちゃ食べてめっちゃたくさん取ってもらった。なんかココッペはなんか適当でいいよ私はみたいな、あの私は適当でいいからみたいな、私はもうココッペに取ってもらおうと思ってたくさん取ってもらった。もう死ぬほど写真撮ってもらった。しかも私の方なんか画質悪くて、昨日コッペの方で全部撮ってもらった。なんかね、昨日画質悪かったんだよね。でもコッペの方で撮ってもらった、たくさん。なんか桜が咲いてなくて全然なんてこっただよね。桜が咲いてなくて、なんか咲いてるっぽい写真は撮れたけど、そう咲いてなかった。最近松葉がね撮れてきて、
そう、桜をね、釣ってはない。生後買いに行かないとな、そうそう。今日は日曜日。なんかさ、いつも握手会終わりってさ、なんだかんだ言ってさ、一緒の部終わりの人とさ、ちょっとどっか遊び行かんみたいななることが多くて、ショールームできないっていう。いや、私さ、今日さ、今日ね、見た夢やばかった。今日なんか見た夢がめっちゃ HKT 関連のことだった。この活動関連のことで、そうなんか、あの今日見た夢がなんかめっちゃレッスンをしてたの。まずなんかレッスンしてて、6期生全員で、でなんか6期生全員でジュエルを踊ってて、17人でめっちゃ18人めっちゃ踊って、もう全員で17人で踊ってカオス、なんかみんなでこうやって踊ってたな、ジュエルを。そうで先生にめっちゃ怒られて、そうめっちゃ怒られて、やばいやばいみたいな。だってその帰りになんか私がなんかきついかもみたいななんかちょっと体調悪いかもみたいな言って、そんでそしたら熱あって病院行って、そしたらそれはもうインフルですよって言われちゃって、インフルみたいな、インフルなっちゃったかってなって、そしたらでも私あの今持ってるショールームをするにあたって持ってるチケットの枚数が4枚しかなくて、今なんかもう4日しか休めないんよ私。だからやばい、毎日配信切れる、どうしようって。インフルって言ったら最低さ5日は休まないといけないじゃん。5日は休まないといけないから、そうやばいやばいやばい、どうしよう、インフルって言わずにあの熱早急で治らして速攻で帰ろうかなみたいな、速攻で帰ろうじゃない、速攻でもう治りましたって、インフルって言わずに、インフルは5日間休まなきゃいけないけど、もう2日ぐらいで治して、そしたらにあれさ2枚がみたいな、チケット2枚しか大丈夫だからみたいな夢見た。そうこの前まで3枚だったけど新しくもらって2枚4枚になった。優しい。このね、グラスを塗るとね、プルプルになるの。なんか、あ、わかんないかな。これね、昨日つけようと思って、おしゃべり会だったし、つけようと思ったけど、めっちゃ忘れてた。つけるの。これね、いいんだよ。あ、なんかめっちゃ焦ったよ、昨日、普通に。焦りました。586日目。そうちょっとね、現実味のある夢すぎて嫌だった。今何時だ、何分、何、ちょっと待って、今はじゃじゃん、2分でございます。10分になったら終わろう。
だね。今日は日曜日。でもさ、次はさ、13日22度って結構暑くないもん、それ半袖でいいじゃん。半袖なら全然ある服。次のね、シングルはね、多分もうまた開いちゃうからさね、もうお話しする機会がねなくなっちゃう。オンラインはさ、いつなの？いつオンライン握手会？てかさ、HKT もさ、押し増しとかできないのかな？ AKB さんはさ、やってるじゃん、あの、押し増しチケット増量。 HKT はさ、しないのかな？そうそう、夢が見たいな。でもね、握手会はさ、まださ復活しないのかな。てか、シュガーとユイナ、ユイナさん参加できてない、してないんだね今回、まだ小学生だから。やばいじゃん、ユイナと同い年の子がさ。あの、同い年の子入ってくる、7期生。4月から。はぁ、やばい、痛い。4月からか、やばいね。ゆいなってまだ小6なんだ。なんかさ、ゆいな、でもゆいなって言うほどちっちゃくないもんね。もうさ、小さすぎてさ、あの台から見えないよみたいな。なんないか、さすがに。あ、そういう時は座ればいいんだ。立つんじゃなくて、もう仕方ないから。やばい、もう10分になったんだね。ということは終わります。はいはい、終わります。13位あきちゃさん、ありがとうございます。12位なっちゃんさん、ありがとうございます。11位ハッピーさん、ありがとうございます。10位そうしさん、ありがとうございます。9位かずっぴさん、ありがとうございます。8位かっぱくんさん、ありがとうございます。7位しんさん、ありがとうございます。6位パルサさん、ありがとうございます。5位ピスさん、ありがとうございます。4位村吉さん、ありがとうございます。3位ムギリンさん、ありがとうございます。2位修行さん、ありがとうございます。1位ただの魚さん、ありがとうございます。
とうございました。じゃあね、後で会いましょう皆様。